リチウムエナジージャパン製、リチウムイオン二次電池セルのレブ50株式、会社リチウムエナジージャパンは、滋賀県立東市に本社を置く、リチウムイオン二次電池の開発、製造、販売を行う、株式会社。GSU アサコーポレーションの子会社である、GSU アサパワーサプライ、三菱商事、三菱自動車工業が出資して、2007年12月12日に、設立した。 出資比率はそれぞれ g s ユアサパワーサプライが51%、三菱商事が34%、三菱自動車が15%、資本金の額は20億円。設立当初の本社は、京都府の g s ユアサコーポレーション本社内にあったが、2011年7月19日に、滋賀県立東市に建設した立東工場内へ移転した。設立当初は、GS ユアサの本社内工場で生産をする予定であったが、より生産能力を高めるため、滋賀県草津市に工場用地を買収し、第二の工場を建設した。その後さらに、滋賀県立東市の建設が凍結された、南美和湖駅の予定地を買収し、第3の工場を建設するとともに、上実のように本社も移転した。同社の製造する電池は、三菱の電気自動車、 アイミフにも搭載されている。立東工場が完成した後は、リチウムイオンレンチのセル、レブ50を年間20万セルを生産する。ありがとうございます。